い、というわけでやってまいりました。今日はですね、フィットが、モデルチェンジ、今年ね、2019年の、末に、するということで、2019年東京モーターショーにて、新型フィット4を、世界初発表すると、記者会見がありましたね。モーターショーはね、10月の24日ですので、そこで発表&、発売となるんでしょうかね。で、今度のね、フィットはこんな感じ。これちょっとね、写真ね、ベストカーさんのやつなんですけど、だいぶね、丸みが帯びてますよね。フィット3がね、ちょっとカクカクして、若干男性向けというか、そんな感じだったんですけど、女性の方にもね、受け入れやすいような丸みを帯びた、デザインになってますね。これまだね、予想図なんでわからないんですけど、でちなみにこれがね後ろですね。後ろはねなんか昔のちょっとワンダーシビックのような、ホンダねよくこんなデザインしますよね。ホンダらしいデザインですよね。ちなみにねこれねブラジルインド向けの、WRV っていうね車が実はあるみたいですね。これはね路上条件に合わせたモデルになっているということで、ちょっと SUV っぽい感じですかね。この形にだいぶ近くなるような感じがしますね。現行モデルがねもう、最終の最終形ということでね、デザインがだいぶねいかつくなったというか、なんかねエアロンもねすごい派手になってますよね。これから比べるとすごいねやっぱおとなしいデザインというか、丸みを帯びた普通のデザインになっちゃったかなと思いますね。これフィット3の方がね良かったっていう人もねいるんじゃないでしょうか。ちなみにこれがねスクープ映像なんですけど、ほぼほぼこの丸みを帯びたようなデザインになるような感じですね。これのねスポーツモデルとかになるともう少しねエアロが変わってくるとは思うんですけども、ちょっとねデザイン的にはちょっと残念な感じがしますね、ちょっと個人的にはね。でもねエンジンがね、実は変わります。今現行のフィットは 1.3 リッターエンジンと 1.5 リッターエンジンの2タイプがありますね。ということで、今度のね新しいフィットはダウンサイジングターボということで、1リッターになるんですね。しかも直産ということで本当にね小さいエンジンになっちゃうんですね。その代わりねターボエンジンということで、最高出力は126馬力ですね。ちなみに現行の 1.3 リッターエンジンは100馬力ということですね。 1.5 リッターの方は132馬力と、間を取ったという感じですかね。でハイブリッドの方はね、大きくシステムが変わります。現行はね IDCD といったねちょっとね出始めの頃はよくリコールがありましたよね。今度はね IMMD ということですね。これはねステップワゴンとかオデッセイ、アコードにね採用されてるシステムで、モーターがね2つ今度は採用されます。現行のねフィットハイブリッドはモーターが1つと、どちらかというとモーターはね補助的な使い方をされてたみたいですね。で今度の IMMD はモーターが2つということで、基本的にね電気で動くという感じですね。で、2つあるモーターは1つは常に発電の方に使われておるということですね。なのでね、ハイブリッドカーなんですけどだいぶ、電気自動車に近づいてきたなという感じがしますね。 1.5 リッター直列4気筒アトキンソンサイクルエンジン、2モーターリチウムイオンバッテリーですね。エンジン出力は107馬力、モーター出力が129馬力ですね。現行のね、モーターが1つのフィットは、エンジン出力は132馬力、モーター出力は 29.5 馬力ですね。なので、エンジン出力は、落ちるんですが、モーターの方がね、なんと100馬力も上がるんですね。スポーツハイブリッド IMMD ね、アコード、オデッセイ、ステッパーをね、私すべて乗ったんですけども、やっぱりね、全然ね、違うんですよ。上質感がね、ワングレード上がったなと。いう感じがしましたね。このエンジンが 1.5 リッターですけども、フィットに搭載されるということで、だいぶね見かけはね普通に戻っちゃったんですけど、だいぶ上質感は上がるのかなという感じがしますね。
まあ、一番ね安い、価格設定が、まあ、180万円からぐらいのスタートみたいですね。まあ、これ予想ですけどね。で一番上が220万と、まあ、2モーターになるということでね、まあ、価格の方も上がりそうですね。ちなみにね、現行モデル、FIT3 が、169万円から、205万円と、まあ、10万から15万円ぐらいの、まあ、値上げということですね。いかがですかね皆さん。やっぱりねデザインってね、まあ、見られてくるんですけど、どうしてもね私はこの FIT3、まあ、所有してますので、顔がね結構好きでね、あのシュッとした顔でねいいなと思ったんですけど、今度のねだいぶ丸みがね帯びちゃうんでね、まあその辺どうかなと思うんですけども、まあそれもね、まあ、結構ね見慣れてくるといいのかなと思います。ちなみにねこれホンダアコード、これもね、今年2019年の末に、発表があるということなんですけども、あの2リッタータイプが、実はねあのシビックタイプ R と同じエンジンを、搭載してるということでね、あのこれちょっと地味にねこっちすげえなとあのフィットよりもねこのアコードをちょっと一回乗ってみたいなと思うんですよね。まあもちろんねちょっと価格帯も全然違くてね、だいぶ高級車にはなるんですけど、いやこれいいと思うんですよねデザインはねあのシビックによく似てますよね。プラットフォームはね、そのまま共通で使用してるということですね。しかもマニュアルがあるということで、あのフィットもマニュアルあるんでしょうね。ちゃんとマニュアルね残してほしいですよね。はい、いかがでしたかね。まあ、2019年のね、まあ、10月の、モーターショー楽しみですね。まあ、先駆けて、まあ、予想ということで、まあ、フィットが新しくなるよということでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダフィット4、どうなるか見てみたようでした。じゃあね、ボーイシュー。